真珠の森は日本人の自然観と文化、豊かな日本の心を育んでまいりました。また真珠の森で行われてきたお祭りは地域の方々の心をまとめ、コミュニティの住宅を担ってまいりました。熊本雅美選手、慶応大学2年小西祐介選手、多くの人にこの経験を伝えられたらなと思っています。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。本日は23名の選手の皆様にもご参加いただきまして、学生の方じゃあ行きましょう。どうもありがとうございました。気をつけて、はい、また勝ってから失礼します。山田拓也です。皆様どうぞ。立教大学です。自分も地元が宮城なんで、まあ、こういう形で寄与できて、まあ、本当に自分自身も嬉しく思ってます。松下和樹です。早稲田大学です。今日はこのような植樹の活動に参加できて、早くこの木が育って将来真珠の森っていうのが早く完成してほしいと思いますし、ちゃんと被災者の方への気持ちを全国の人が忘れないでいてくれたなと思います。早稲田大学の土屋聡です。自分は普段東京にいてなかなかこう直接被災地に関わることはできないんですが、こういう機会を作ってもらって直接被災地の人と触れ合うことができて、自分自身も非常に嬉しく思いますし、これからも直接関わることはできないと思いますが、自分なりに被災地の方にできることをしていきたいと思います。